平成23年2月18日阿蘇田園空間博物館企画第20回電空サルタ塾が道の駅阿蘇内にある阿蘇田園空間博物館総合案内研修室で開催されました。今回は阿蘇の修験、修験者たちの峰入りについてと題して、阿蘇市文化財保護委員委員長の渡辺照義氏を講師にお迎えし、いつ頃から阿蘇の修験の活動が始まったのか、阿蘇の修験とは何なのかということを、大変貴重な阿蘇の峰入りの記録が書かれている古文書を通して説明を受けました。26年、新規3年、これは最遠比叡山のお弟子の最遠さんが阿蘇に来て初めて度胸を読みながら11面観音を彫ったという記録があります。延暦13年また西岸殿寺より修験者たちが実際に着られている衣装の展示があり、この山伏の衣装は位によって衣装の色が変わってくるということでした。この公演の中で峰入りとは修験道で最も重要な修行であり、入部者は即身成仏の山伏となり、修行の救済を目的とする活動に従事したということで、阿蘇の山で修験が活動した姿が見えてきたように感じられました。